こんにちは。最近コロチキの西野のインスタにハマってる池田と美咲です。はい、よろしくお願いします。今日は最近マスクをしてる人を街で目によくするんですけど、街でよく目にするんですけども、そういう時に結構涙とか出てアイメイクが崩れやすい方が多いという声を聞いたので、崩れ知らずのアイメイクのやり方を今日は紹介しています。はい、もうこっち完成してるんですけども、ズバリポイントは、はい、アイラインをペンシル、クリームペンシルタイプで、なおかつインラインというこの目のまぶたの中に仕込むことで、まあ、崩れ知らずで自然に綺麗に見えてくれるっていう、アイラインの引き方をやってますので、ぜひすごい簡単なので参考にしてみてほしいなと思います。これから花粉症の季節なんでマスクつける方も多いかと思うのでって言って、それからもう言った、もう一回今切った。はい、それから、インフルエンザとか花粉症でマスク、インフルエンザはないから花粉症だけでいい。これから花粉症なのでマスクをされる方が多いと思いますので、ぜひぜひ見てほしいと思います。それでは動画スタート。クリームペンシルを使ってアイラインを引いていきます。まぶたの中のインラインにクリームペンシルを使って引いていきます。ポイントは涙でにじみやすいので、目頭は5ミリ程度開けて、目尻からペンシルを下からちょんちょんっていう感じで引いていきます。まぶたは持ち上げて、少し目を下に向くようにして、目尻側から引いていきます。こういう感じで一気に引くのではなくて、少しずつ引いていきます。こんな感じです。まぶたの上はリキッドアイライナーではなく、濃い色のアイシャドウをこちらのチップを使ってラインを引いていきます。こちらも目尻側からラインを引くように少しずつ引いていきます。こちらもまぶたの際を塗りたいので、少しまぶたを持ち上げると塗りやすいです。こんな感じです。最後はお好みで目尻を少し5ミリ程度はみ出すくらいラインを引いていきます。今日の崩れ知らずのアイメイクのポイントは、まずリキッドアイライナーで引くのではなく、こちらのクリームペンシルで上にアイラインを引くのではなく、自然に見せるためにこのインラインという目の、失礼します、この中に引くっていうことです。でこれはすごい滑らかで描きやすくて、描き心地もいいので結構スルスル描けてくれるのでおすすめなのと、ウォータープルーフなので絶対にじまないっていうのがポイントです。でアイラインは、ちょっと待ってください、アイシャドウでちょっとラインっぽく見せてるのもポイントです。
それなのでこう目をパチパチした時に絶対下にもつかないのでおすすめです。ぜひよかったら参考にしてみてください。さよなら。